こんにちは、加護信明です。今回は3月20日に行われた JFL 第2節 FC ティアモ枚方対ミーゴ琵琶湖滋賀の試合をレポートいたします。会場は枚方市立陸上競技場。新型コロナウイルスの影響によって第1節が延期となった枚方は、これが実質の開幕戦。関西サッカーリーグから JFL に初昇格したばかりのチームにとって記念となるホームゲームになりました。スタンドには枚方小川良純監督の弾幕とともにプライドの文字も。撮影せずにはいられないほどの大迫力ですね。試合前には FC ティアモ枚方の村島隆社長、そして伏見隆枚方市長の挨拶なども行われ、クラブの歴史上初となる JFL での試合に花を添えました。そして試合はキックオフ。ホームで戦うティアモ枚方が前半から押し気味に進め、多くのセットプレーを奪っていきました。対するミーゴ琵琶湖滋賀は前節の奈良戦の4バックから変更し3バックのシステムを採用、耐えながらサイド攻撃でチャンスを伺いました。試合が動いたのは67分でした。右サイドのゴールラインギリギリに進出した枚方のチョ・ヨンチョル選手がヒールパス、それを佐藤亮選手が左足で逆ポストへと蹴り込み、枚方が先制点を奪いました。そしてそのまま試合は終了。1対0で枚方が JFL での初陣を勝利で飾りました。試合のハイライトはレイボーラのサイトで配信されています。どうぞご覧ください。それでは先制点を決めた FC ティアモ枚方佐藤亮選手のインタビューをお届けいたします。そうですね、まあ、JFL という、まあ、初めての舞台で、まあ、挑んでいくということで、まあ、やっぱり関西陸とは違ってレベルも上がりますし、まあ、個人的にもやっぱ開幕戦ということで、まあ、緊張もありまして、まあ、最初は若干体重かったんですけども、はい、まあ、徐々に試合にも慣れていって、で、まあ、最終的に勝利できたので、まあ、嬉しかったです。はい、なかなか前半は点が取れない中で、そして後半を迎えてスカッとするようなゴールでしたけれども、はい、ちょっと振り返ってもらってよろしいですか。そうですね、あのゴールは、まあ、前半にも何度かチャンスはあったんですけど、まあ、決めきれなくて、で後半、まあ、どうしても、まあ、本開幕戦で点を取りたい気持ちはあったので、まあ、4丁選手からいい落としが来たので、まあ、ここで一本振り抜いてやろうという気持ちでシュートが、はい、まあ、入ってくれたので良かったです。まあ、JFL 初戦でゴール、プロフィールに2桁ゴール、2桁アシストと目標書かれてましたけども、あ、はい、それどうですか、これを達成できそうな手応えありますか。まあ、個人的にもやっぱり2桁ゴールと2桁アシストっていうのは目標に掲げたので、まあ、そのスタートがいい形でスタート切れたので、はい、まあ、このまま勢いに乗って2桁までいければなと思います。はい、琵琶湖整形じゃないですか。はいはい、JFL、 あの個人の JFL 初戦が、はい、ミオとの対戦ってちょっとなんか縁とか感じませんか。そうですね、やっぱりミオさんとは、まあ、天皇杯の決勝でも何度かやらせていただきますし、まあ、練習試合とかでも何度かやらせていただいて、すごくいいチームで、まあ、天皇杯もなかなか勝てずに大学の時は悔しい思いをしたので、まあ、ここで、まあ、やっぱ勝ちたいという気持ちはあったので、はい、そこで、まあ、ゴールたし勝利できてすごく嬉しいです。はい、ありがとうございます。じゃあ次節本田戦です。はい、本田 FC 戦に向けて意気込みをお願いいたします。そうですね、まあ、本田さんは非常に、まあ、いいチームですし、まあ、過去に3回ほどもっとですかね、はい、非常に優勝しているチームなので、まあ、ここで一つ勝つことができればチームも勢いになってこのまま上位に食い込めると思うので、また来週も頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。ティアモ枚方、はい、佐藤亮選手です。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、突然お片付け中に。はい、続いて JFL 初戦を勝利に導いた FC ティアモ枚方小川良純監督です。
勝利おめでとうございます、はい、ありがとうございます。まずは感想をお聞かせください。相手に非常に研究されて、うちの良さは思う存分出せたかといえばそうではないゲームだったんで、前半から難しいゲームではあったんですけど、なんとか、まあ、1点先に取ることができて、まあ、選手は最後まで集中力を切らさずに戦ってくれたので、まあ、なんとか勝てて、はい、ホームだったんで、応援しに来てくれた皆さんに勝利を届けることができたのでほっとしてます、はい。そういう点ではセットプレーが非常に多かったじゃないですか、はい、特にコーナーキックが、はい、なかなか点取れなかった、はい、感想を伺いますか。そうですね、一つ準備してきた形がちょっと前半一つうまくいかなくて、プラスあとは、まあ、キックの精度も、そこまで高いくていいボールを、ね、入れることができていなかったということで、なかなか生かしきれなかったので、まあ、そこは次節までにまたもう少し、まあ、精度を上げて、やっていきたいなと。後半非常にペースが上がったというか、サイドと裏を使う意識がすごく高まったと思うんですが、どういうプランで後半臨まれたんでしょうか。まあ、前半からその背後への動きっていうのは選手には求めてましたけど、まあ、相手が後半ちょっと落ちたっていうのも、まあ、多少あるかもしれないですけども、その中で、まあ、うちは、まあ、前半から、ね、比較的ボールは保持できてましたし、まあ、相手は多分その守備で走ることで多分消耗してたと思うので、その中で、まあ、うちが押し込んでっていう時間が長かったので、その押し込む時間を長くしようっていう話は選手同士で、まあ、選手にも伝えてたので、まあ、それがちょっとボディーブローのように、ね、だんだん後半になって効いてきてくれたんじゃないかなって思うんで、はいはい。まあ、ただその背後への動きっていうのは、まあ、1試合に通じて、まあ、選手には意識づけはしてたので、はい。まあ、そこは得点シーンなんかも、まあ、うまくヨンジョルが背後に抜け出してそこから生まれた得点なので、はい。まあ、選手が非常にチームとしてやるべきことをしっかり取り組んでくれたんじゃないかなと思います、はい。第1節目が、まあ、中止になったこととかも影響はしているんでしょうか。はい。まあ、僕らにとってはそんなに大きな特にデメリットはなくて、まあ、準備期間が1週間増えたことと、あとはホームで開幕戦を迎えられる、初戦を迎えられるっていう、そういう大きなメリットは僕らにあったと思うので、後半はやっぱりそういうサポーターとか応援してくれてる人たちの、まあ、おかげもあって1点取れたんじゃないかなと思うので、そういう意味では僕たちにとっては、まあ、大きくデメリットではなくてメリットの方が大きかったと思います。 JFL 初戦で売れた数では満員なんですけれども、はいはい、JFL 初戦ホーム、そして満員、はい、スタンドを見ていかがでしたか、感想は。そうですね、このね、コロナ禍の中で制限はある中でも、そうやって来たいと思っている方たちが本当にこれだけ多く来て試合見てもらって、そういう中で本当に試合ができること自体が本当に幸せなことで、まあ、僕らにとっては、まあ、初戦ね、そうやって延期になったこともあって、こうやって初戦をホームで迎えられたっていう、何かこう運命めいたものを感じますし、非常にゲームができること自体嬉しいんですけど、またさらに勝利という結果もついてきて、非常にいい一日になりました。はい。そして来週はホンダ FC 戦です、はい、意気込み聞かせてください。はい、もう本田さんはね、 JFL の中では本当に1位に争う実力のあるチームだというのは僕らも分かっているので、今の自分たちがどれだけそういう JFL の常にチャンピオンとして君臨していた、そういうチームに対してどれだけできるかという、まあ、そういう一つの物差しになるような、そういうゲームになると思うので、また1週間いい準備をして臨みたいなと思います。はい、ありがとうございました、はい。勝利おめでとうございます。ティアも引き上がった小川監督でした、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。一方、奈良戦に続く黒星となってしまった三井琵琶湖滋賀の大槻浩監督は、まずは試合の感想を伺ってもよろしいですか。まあ、そうですね、まあ、まあ、想定内のことはたくさん起こり得て、で、まあ、すごいティアモさんボールを持つチームなん で、まあ、しっかり保護内作るんで入って、で、まあ、後半、まあ、一発のピンチでやられてしまいましたけど、まあ、少しこう自分たちから仕掛けるというよりはちょっと受けて立ってしまった部分があるかなと今思うと、うん、それは奈良戦で4バックで今日3バックでしたよね、はい。そのシステム変更もこの受けに回った
という部分受けに回ったわけじゃないですけど、うん、最終的にちょっと受けてしまったっていう形にはなってしまったんですけど、うん、まあ、相手のストロングであるそのウィング幅広くピッチを使う中でやっぱり自分らは非常にこう4枚でコンパクトを形成してやっていく中で、まあ、それがストロングであのウィングはね有効に使われるのは分かってたので、でそういう意味で、まあ、守備の時は後ろ5枚で幅を 5人で幅を守るような形で、まあ、そういう部分で、まあ、守備の方がしっかりできた中で、まあ、攻撃に出ていくところで奪ってからの1本目2本目のパスっていうのが非常にこうずれて、それがちょっと攻撃に出にくかった一つの要因ではかなり悔しさをかみしめていました。そんな中でインタビューに答えていただいてありがとうございました。クラブ史上初の JFL での試合をホームで迎え勝利を収めた FC ティアモ枚方、新たな舞台での戦いをいい形でスタートさせました。 FC ティアモ枚方の次の試合は3月27日13時キックオフ、ホンダ FC とのアウェーゲーム。ミーオ琵琶湖滋賀の時節は3月28日13時キックオフ、ビアティン三重とのホームゲームです。ぜひそちらも応援よろしくお願いいたします。以上、加護信明の関西サッカーレポートでした。またお会いしましょう。バイバイ。